おはようございます。スリコー TV です。この小さな箱、この中にですね、新しく買った釣り竿がなんとね入っております。というわけでね、非常にコンパクトな竿なんですけども、どんな感じに入ってるのかな、早速ねちょっとね自分も楽しみなんで開けていきたいと思いますがね、和包丁で開けていきたいと思います。で、今回はね通信販売で、お正月の動画でもね出てきたマニアックス、足立区にあるマニアックスでね、この欲しかった竿が売っていると思ってね、速攻でねちょっとお店に行っている時間ないな、売り切れちゃうなと思ったんで、今回は通信販売を利用してみました。はい、じゃあね、早速開けていきたいと思います。開封、じゃじゃじゃーん。あー、結構丁寧に梱包してくれてるな。おお、こんだけ、いやいやいや、コンパクトだなこれ。ちょっと想像以上にねコンパクトだったんで、はい、じゃあね早速どんどん開けていきたいと思います。こうかな。はーい、はーい、出てきたー。ここで見てください、ディアモンスターの MX の0っていうことで、これねずーっと前から気になっていて、チャンスがあったら買いたいなと思っていたんですけども、今回ですねこのタイミングで買ってみました。12,850円ということで、税込みだとね14,135円なんですけども、まあ見ての通りこんなにコンパクトな、じゃあね早速開けていきたいと思いますが、まあ延べ竿なんですよね。ほう、わあ、うわわわわ、繊細繊細繊細、よいしょ、はい、じゃ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 ーんっていうことで、うわあ、このロゴかっこいいな。ディアモンスター MX0 ジャパンって書いてありますね。いやー、こんな感じの竿なんですけども、あ、まあ一本ね本当こういうちゃんとした延べ竿が欲しいなと思っていて、っていうのはあの手長エビーズリーとか、あとはあのちょっとねあの旅行に行った時とかに見えるあの小さな魚たちね、そういったのをうまいこと狙えるようになるんじゃないかな。で、姉妹寸法が短くてスル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 ってこう伸びるようなね、そんな竿が欲しかったんですけども、ここねグリップ部分で、でまあロゴが入ってますけど、じゃあねちょっとねこう伸ばしていくとスル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 、はい、およそね、まあ、4フィートぐらいのこういう短いね竿になってくるんですが、この竿のすごいところはここからマルチレングスというかね、こう伸びるんですよね、ここで。で、5フィートぐらいになっちゃうよっていうことで、その釣り場の状況に合わせて長さが可変できるねというところと、あとは、あー、なんだろう、結構ねこう張りのある、ソリッドティップなんですけどね、この先端のがソリッドティップがあって、で結構張りがあって、でまあほんとねシンプルでねかっこいいデザインの、延べ竿だよっていうことで、これを使ってまあもちろんね怪魚ハンターの、小塚市なんで、まあ例えばちょっとしたアマゾンに行った時にピラニアとかまで狙えちゃうよなんていう風に、言ってましたけども、バス釣りとか休憩して、例えばあの卵釣りであるとか手長エビ釣りであるとか、まあその他ね、まあ自分なんかは海が近いのでハゼ釣りなんかでね使いたいなとか思っていたり、あとはねあのたまーに行くね海外のね長考の時にもちろんねディアモンスターの MX のね70とかですね、あとはバリトゥードシリーズの55とかね、そういった竿をメインで使っていくんですが、ちょっと待てよと、何ですかね、こう堤防とかでね海じーっと見てるとね、小さくてあれなんだろうって魚とかねいっぱい見かけるんですよね。カラフルであったり、あとは見たことない形であったり、
そんな魚をねちょっとしたね、エビとか買って狙えないかななんて思って、ここにこうフックキーパーみたいなのもついてますけども、結構ねやっぱりね小さいながらもうアイデア満載でいろいろなね釣りにも使えそうっていうことで今回ねこれ買ってみました。詳しいね使い方とかはそのね、モンスターキスの小塚さんの、動画でねパート3ぐらいまでに分けてね非常に細かくね、実際のねタナゴ釣りの映像なんかも交えて動画になっているので、そんなところも見ていただければなと思うんですけども、あとねポイントとしてはこれねグリップがね取り外せるんですよね、こうね、で裏はこうスポッとね抜けないように、まあこっちはね、まあ蓋のような役割をしてるんですが、これを抜くことによってですね、その繊細なねソリッドティップの部分とかがまあ冬の時に交換できるようにっていうことで、ここは取り外し可能なね、片側だけ穴がついたようなこうグリップ部がついております。で基本はねこう全部の、パートがしまわれていて、それでもってこうねグリップになると。でちょっとここの抜けとかが心配だよっていう方はここら辺にマスキングテープとかを貼ってちょっと太くして、でキュッとね閉まるような感じに、すればいいんじゃないかななんていう風におっしゃってましたけども、こんな感じのね竿でちょっとねあの普段の例えばルアー釣りなんかを休憩してこういったね竿を使ってね、またいつものターゲットと違ったものなんか狙ったりしても非常に面白いんじゃないかなで、感じるのは例えば自分なんかは梅雨とかね梅雨入り前ぐらいの時にあの手長エビね、よくあの家の横の川で、狙ったりするんですけども、それをすることによってねすごいね手長エビのね生態が詳しくなってくるんですよね。で手長エビといえばまあご存知ねブラックバスのね、ベイトになったりしますので、あ早朝と夕方はこんな感じの動きをしてるんだとかね、あと日中釣れない時間帯結構ね、そのどこで釣れるのかななんて探し込んでいくことによってで穴の中にいたり、あとはね実際にその手長エビを釣って観察したりすることによってその動きがよく見えるんですよね。まあエビなんで当たり前ですけど、こう後ろに向けてピッ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 ってピッ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 ってこうね逃げていく、その逃げるスピードとか移動距離とかそんなのをね、あ面白いななんて思って見ていると、普段の例えばその手長エビパターンとかに入った時のブラックバス釣りとかにもねすごい応用できるんですよね。 あの時あんな感じで動いてるの見たななんて思うから、こうちょ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 ってこうねルアーを逃がすアクションの参考にしたり、またまあちょっとねこれからいろんなの狙ってみますけども、そのゴリとかね、これで釣れたりしたらそのゴリの動きなんかも研究して、まあ全てはねそうですね、自分の場合はそのルアーフィッシングでその応用できるんじゃないかなと思って、いろんな釣りが好きなんですけど、海の釣りも好きだし小物釣りも好きだし、まあエビ釣りも好きだしね、そんな時に一本ねイーサをねちょっと持っておきたいなと思って、普段はねこれぐらいの小釣りもうちょっと長いやつなんですけども、上州屋さんとかで2000円とか3000円で買ったねそういった竿ね、でもまあそれももうほんと子供の時ぐらいに買って未だにずっと使ってるようなね、1本買えばね何かとねこういうのってね本当雑な使い方しなければ一生もんで使える道具になるので、まあそこでね今回 12,850 円っていう価格でしたけども、えいやーってね、そういう差をねまあもう大人にもなってきたし1本ね買っておきたいなーなんて思って、こんなね可変のね、ギミックがついた面白い竿を、買ってみました。というわけでね、早速ちょっと近日中にいろいろとね使ってみたいシチュエーションがあるので、そんな時にねこの、MX0 ね持っていこうかななんていう風に思っております。またねあの本当今年は釣りフェスティバル2020の会場でなんとねそのね
憧れの、小塚拓也さんがですねブースに遊びに来てくれたなんてね、記念写真一緒に撮っていいですかなんて言ったらね、あいいですよなんて言って、あたまにだけど動画も見てますよなんてお声掛けしていただいたりして、もう本当ね恐縮ですって感じなんですけども、まああの本ちゃんのね自分の大好きなルアー釣りの方では引き続き、海外とかね遊びに行った時は、手持ちのね MX シリーズのもっと長いね、ルアーロッド、これを駆使してですね、いろんな魚狙っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、足立区のねショップマニアックスでね、通信販売で買ったモンスターキスの、ディアモンスターシリーズ MX0 ね、延べ竿ですね、これを買ってみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。ということで、しまってしまって、このケースもなんかね嬉しいね、シンプルでね。はい。